雅桜は皇后雅子さまのご成婚を記念して名付けられた桜です。津市中村町にある日向三角公園に咲く雅桜は30年ほど前に地元の有志らが植えたのが始まりで、地元の人たちに親しまれています。今年は例年よりも 4、5日早い先月末頃から咲き始め、現在8分咲きとなっていて、あと1週間ほどで満開となります。今日は青空の下、淡いピンク色の桜がきれいに咲き誇っていました。この公園ではこれからソメイヨシノ、ヤマザクラ、シダレザクラが順番に咲き始め、来月下旬までさまざまな桜の花が長く楽しめるということです。